どうも皆さんこんにちは、マカベです。マカベの米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。9月13日月曜日のマットマネーですけども、いやこの日ね、ダウと SP500、 特にねダウは上がりましたよね。プラス 0.76%、 SP500 もプラス 0.23%。 これでダウと SP500 5日間連続下がってたのをちょっと破ったと。ただナスダックはマイナスでね、まあ、ちっちゃいマイナスですけども、マイナス 0.07%。ナスダックに関しては4日連続の下落と、そういうことになったってことなんですよね。で、これね、俯瞰で見るとこんな感じで、まあ、下落基調、止まったとまではいかないですよね。で、ジムクレイはね、9月の後半、まだまだ株下がるかもしれないと。そうやってね、みんなが思ってるとこういう展開になるんだって言ってるんですよね。今日のマーケット、上がって始まったんだと。だけど、ステイすることできなかったよなって言ってるんですよ。そうですよね。だからね、これ陰線ですよね。これやっぱね、みんなが思ってることが、まだ比較的今いいから逃げとこうと、そう思ってるからこういうことになるんだって言ってるんですよね。で、ローテーションでね、ほんと日替わりで毎日いい株と悪い株、そういうのが出てきてて、ほんと一貫性のないマーケットなんだと。で、この日はね、さっきも言った通りダウと SP500 が上がって、ナスダック下がったかもしれないけども、だからこんなんね、次の日には逆になるかもしれない。ダウが下がってナスダック上がるみたいな、そう簡単にコロコロ移り変わるような、そういう一貫性のない市場なんだって言ってるんですよね。で、ジムクレイマーね、先週から9月はね、下落が待ってる待ってると自分は言い続けてるだろうって言ってて、で、先週末のラリー・ウィリアムズの回聞いたかって言ってるんですよね。でね、僕ね、これ動画にしてないんで、大体ね、チャートの回はあのメンバー限定動画でやることにしてるんでね、これからやるんで、もし興味ある方はメンバー登録していただければいいと思うんですけども、ラリー・ウィリアムズ、いやー、先週の末のやつ面白かったですよ。ざっくり言うと、こっからまた下落が待ってて、なかなかの下落がなかなか続くと、そういうことなんですけども、ジムクレイマーね、ラリー・ウィリアムズ、自分たちの時代でほんと、希代のチャーティストだと、素晴らしいチャートマスターで、そのね、曖昧なね、ヘッド&ショルダーがどうとか、ダブルフォーメーションがどうとか、カップ&ハンドルがどうとか、そういうことを元にして言ってるんじゃないんだと、多くの過去データから導き出される、本当に注目すべきパターンを洗い出して自分たちに教えてくれる。自分たちはそれを元に儲けることができるかもしれないし、で、そういう解析によると、自分たちは今年最もネガティブな軸に真ん中入る。いやー、これ本当なんですかね。しかもなかなかの解析だったんでね。で、ジムクレイマー、ここのところマーケット、上がったり下がったり、そう、全体の流れ見てたらわかんないけども、個別株見てたら、簡単に上がったり下がったり、日替わりでコロコロ変わるんだと。だからね、ボトムフィッシングしようとした人が、マーケットにやられたりするんだと。あ、これちょっと下がってるなと。買いの好機なんじゃないかと思った人が、裏切られたりするんだと。で、まあ今日なんかはね、ダウ上がったんだけども。だからね、ほんと日替わりで上がったり下がったりして、こういうパターンっていうのを、ジムクレイマー、しばしば、買い手の、自責と、自分で攻めることですね。自責と、疲労困憊の、プレリュードなんだって言ってるんですよね。おしゃれな言い方ですよね。プレリュード。前奏曲ですよ。まあこれね、市場がね、コロ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 変わってるとこに、どん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 付き合ってると、それで、うわぁ、やっぱこうなったか、やるんじゃなかったっていう自責の念と、あとはもう疲労困憊しちゃってね。で、ジムクレイマー、それがお金をなくすことのレシピなんだって言ってるんですよね。これちょこ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 手出して付き合う。そうするとどんどんお金なくなってくよって言ってるんですよ。で、ジムクレイマーね、ラリー・ウィリアムズ言うようにね、自分もね、やっぱね、マーケットっていうのは今、自分が思ってるよりもガタついてるのかもしれないなと思い出したと。で、こっからどうなのかっていうことなんだけども、これはね、やっぱトルストイの、アンナ・カレーニナのオープニングと同じことが言えるって言ってるんですよね。でね、トルストイのアンナ・カレーニナ、これですけども、まあトルストイのね、長編小説ですよ。1870年代の小説ですけどね。まあトルストイ的にはね、戦争と平和と並ぶ、ほんと超大作と言われてるやつですけども、このオープニング、まあ有名な言葉があるんですよ。どんな言葉かっていうと、幸せな家族はどれもみんな同じように見えるけども、不幸な家族にはそれぞれの不幸の形があると。ジムクレイマーね、ほんとこれと一緒なんだと、マーケットも。ブルマーケットはみんなね、同じように見えるんだけども、ベアマーケットはそれぞれの不幸の下落の形があると言ってるんですよね。いや、なんかいいですよね。こういうことはありますよね。ノムさんもなんかね、言ってましたよね。勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしみたいな。まあ、ちょっと違うか、それは。だからジムクレイマーね、下落するときっていうのはそれぞれの形があって、だから難しいんだって言ってるんですよね。でね、アップ&ダウンに付き合ったらもうね、買い手がどんどん疲弊してってお金がなくなるばかり。悪いことの集まりがセルオフを生んで、失敗の蓄積を生むんだと。そして困惑を引き起こして、
それがね、買い手にもうたくさんだと言わせるんだと。で、ジム・グレイマーね、じゃあ今ね、一番安定してるマーケットというか、マーケットの中でリーダーシップポジション持ってるやつ、マーケットをリードしてるやつ何なのかっていうと、それがオイル&ガスだって言ってるんですよね。でね、今ね、マーケット日替わりでリーダーシップ出てきてるから。だけどその中で大事なのは、何が一番ステイングパワーがあるか、これを見極めることだと。で、今このマーケットでステイングパワーがある分野っていうのは、石油ガス分野だと言ってるんですよね。で、ジム・グレイマー、これもう最悪のリーダーシップだと。でね、なんでね、石油とかガスの株上がってるかっていうと、今アルゴリズムがあって、石油価格が上がったら、これらの分野の株、買えっていうことになってるからって言ってるんですよね。で、それが原因で、それもすごいね、悪いことの一つなんだって言ってるんですよ。普通、石油が上がるっていうことは、エコノミーが好調だということで。だからね、こういうアルゴリズム、間違ってるんだと。この頃はね、石油が上がったって、石油株が上がるだけで他に何にも起こんないんだと言ってるんですよ。で、例えばこの日とかもね、石油株いろいろ上がってるよなって言って4つ上げてるんですよね。1つ目、オクシデンタル。おー、ポーン上がってますよ。プラス 6.69%。2つ目、デボンエナジー。プラス 3.03%。これもトーン上がってますよね。で、この2つ、俯瞰で見るとこんな感じで、オクシデンタルペトロリウム。まあ上がってますよね。デボン。まあいい感じですよね。で、あと2つ上げてるのが、いつも言う、パイオニアナチュラルリソーシーズと、これもね、上がってますよね。プラス 2.51%。で、あとはシェブロンですよ。プラス 1.98%。まあ、シェブロンなんかね、おとなしいですけどね。で、ジム・グレイマー、ちなみにこの4つの中で何がいいかっていうと、自分が一番好きなのはこれだって言ってるんですよね。オキシデンタルだって言ってるんですよね。なぜならば、こういう時の上がり幅が一番でかいから。だ、今好きなのはオキシデンタルだと。で、もしあなたがね、こういう株買ってるんだったら、今ほんとね、天然ガス。これが最も希少価値の高いコモディティになってるということを覚えとかないといけないよって言ってるんですよね。で、ジム・グレイマーね、自分ね、今これらの株好きなんだけども、だけどこれらの株が今唯一安定して上がってるからといって、これらの株が自分たちをどこかに連れてってくれるとは思わないんだって言ってるんですよね。だからね、普通はね、石油が上がるってことは経済がいいってことだから。だから、お、いいな、石油上がってるな、みたいになるんだけども、今石油株が上がってるからといって、だから経済がいいなんてことは全く思わないとジム・グレイマー言ってるんですよね。それどころか、石油が上がるっていうことで、全部他の株を下げる方の、そっちの動きに行ってしまうんだと。なぜならば、石油ガスが上がると、原材料コストの高騰が待ってるわけだからって言ってるんですよね。輸送費とかも全部上がるから、で、それが全ての業界に影響が波及してしまって、良くないことに今なって、高インフレ化だから。だから、全ての株を下げる方向に行ってしまう、石油が上がると。で、ジム・グレイマーね、こういうね、石油株みたいなのがマーケットを牽引するときっていうのは往々にして、石油価格が破裂する前であることが多いんだって言ってるんですよね。石油がね、この日のように70ドルになったら、やっぱりこれどうなるかっていうと、やっぱサウジアラビアが国庫を緩めて増産して石油価格下げにかかるだろうって言ってるんですよね。今 WTI クルード 70.65、 この日もプラス 1.33% 上がってますから、こうサウジね、増産してくるだろうと。でね、バカなアルゴリズムはより高い価格の石油とかガスがいい経済を示すと勘違いしてるけども、自分たちはやっぱりね、正反対の結論に今行き着こうとしてると。自分たちが本当理解し始めたのは、高い石油価格っていうのは、より高いインフレ。で、結果的にはより低い株価。これに結びつくってことなんですよね。石油ガス株以外の株価が全部低くなってしまうと。で、ジム・グレイマーね、こういうこと、みんな本当に今心配してるよなと。インフレが、もし一時的じゃなかったらどうすんだと。こう本当みんな心配してるよなってことなんですよね。でも輸送コストとか記録的なペースで上がってると、プラスチック価格、こう屋根突き抜けてるって言ってるんですよね。で、前はね、スーパーストームユーリーっていうのがあったし、ちょっと前にハリケーンアイダーっていうのがあったし、まだまだハリケーン来てるじゃないかってジム・グレイマー言ってるんですよ。で、そういうのもいろんな生産施設を破壊して、それがまたね、プラスチック価格とかそういうのの高騰に拍車かけてるんだと。でね、ハリケーンアイダーといえばね、僕が住んでる地域のね、フィラデルフィアも結構襲って洪水になったんですよね。でね、僕ね、いつもね、電車通勤なんですけども、車で行くときはね、この道路通るんですけども、ここの下ね、どうやって通ってね、行く、まさにその道もね、洪水で、川から水がね、溢れててこんなになってるんですよね。もうこんなことになってるの僕初めて見たんですよね。すっごいなーと思ったんですけども。まあ今復旧してるんですけども、いや、ハリケーンアイダ結構すごかったですよ、フィラデルフィアも。で、ジム・グレイマーね、
こういうハリケーンとかが生産工場閉鎖に追いやってしまったりしてて、もう紙からプラスチック製品から箱からカップから何から何まで値段が上がるんだと。でもしあなたはコーヒーを買ったらね、何この値段と、今までよりもね高い値段なことに気づくだろうと、そう言ってるんですよね。で例えばねアルミニウム、この価格もどんどん上がってるよなってジムクレーマー言ってるんですよ。でアルミニウムっていうのは製造するのにめちゃくちゃエネルギーいるやつなんだと。でその値段がねここ長い間見たことないぐらい上がってる。でジムクレーマーね、先週末自分は自転車買いに行ったんだって言ってるんですよね。でも自転車の価格とかもすっごい上がってて、え、何この自転車が2000ドルとか4000ドルとかすんのって思ったって言ってるんですよね。見たことのないような高値で売られてるんだってジムクレーマー言ってるんですよ。ほんとね、冗談かと思ったって言ってるんですよね。で、まあ自分はね、そんな高値払わないから、まあまあ良さげのやつをね、700ドルぐらい出して買ったんだけどって言ってて、700ドルでもまあそれでも安くないだろうと、高いだろうって言ってるんですよ。至るところでインフレが加速してるように見えるんだとジムクレーマー言ってるんですよね。で、もうね、1年前と、同じ値段のものを探すのがもう難しいぐらいだと。値段がね1年前より下がったものを見つけるのはもはや不可能なぐらいだと。もしねなんかそういうもんあったらみんな自分に教えてくれって言ってるんですよね。自分のツイッターにツイートしてくれと。これは安くなってますよ、あれは安くなってますよ、これツイートしてみてくれ、そんなんがあったら。ないからって言ってるんですよね。もう全部の値段が結構高くなってるよってジムクレーマーやってるんですよ。ということでね、明日の朝、火曜日の朝なんですけども、まあ、この動画出る頃に発表されてるでしょうけども、労働省がコンシューマープライスインデックス、消費者物価指数発表するけども、ジムクレーマーね、これもレッドホットだと思うよと、この数字もすごい高く出ると思うよって言ってるんですよね。で、ジムクレーマーね、まあ、原材料コスト、これ高くなるだけだったらいいんだけども、まだまだ近年見られなかったこと起きてるんだって言ってるんですよね。それがもう物の不足だと、サプライチェーン問題だって言ってるんですよ。でね、例えばこの月曜日の朝、3M の CFO が語ったのは、インフレがやっぱね、想像よりも加速してて、今まで立てられてた予想、ネガティブさが足りなかったってね、発表したんですよね。もうインフレとサプライチェーンの問題、今この時期特有のもので、でね、この 3M、自動車の生産のね、ダウン幅ね、例えば数ヶ月前は、まあ、3% ぐらいかなと、3% ぐらいダウンかなって言ってたんですよね。だけど、今はその予想をね、6% ダウンに引き下げてるんですよ。もうダウン具合がどん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 ね、大きくなってるってことなんですよね。だから 3M、自分たちの決算、痛むよーって言ってるわけですよ。で、まあそれでね、3M ガーンって下がってるわけじゃないんですけども。だけど、どん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  3M もね、下がってますよね。で、ジムクレーマーね、3M だけじゃないんだと。3M は他の産業が次々と、そのうち言い出すであろうことに先鞭をつけただけだと。で、同時にね、自分たち、輸送が悪くなってるって言ってるんですよね。港湾混雑の問題もあるし、それアメリカだけじゃなくてアジアでもそうなんだと。で、ジムクレーマーね、何が信じられないか。重要なことっていうのは、ジムクレーマー、自分にとってはね、ずーっと言ってきた通り、まあこういうこと起こるだろうなと。で、今まで言ってきたことが、今まで起こってたことが、ちょっとずつエスカレートしてきたと。まあだから当然といえば当然だよね、これ起こるのはってことなんですけども。でね、だから自分ここまで言ってきたから、こういう悪い事態、ちょっとずつエスカレートしてるよってことは、当然起こると。みんなにも思ってもらいたかったんだけども。そりゃそうだろうと、こういうこと起こるだろうと、思ってもらいたかったんだけども。だから最近ね、いろんなところで、ものを読んだり聞いたりしたら、投資家はね、これってやっぱ当然と思ってないんだと。当然と思ってね、悠々と構えてるやつなんか誰もいないんだと。むしろ驚きを持ってこういう事態を見てて、え、こんな悪くなってんのっていきなり驚いて株を売ったりすると、そういうことなんだって言ってるんですよね。で、ジムクレーマー、リテールも一緒だと。ほとんど全てのリテールが、ホリデー商戦に向けて、まあ、ここありますから、いろいろね。ハロウィンがあって、サンクスギビングがあって、クリスマスがありますから、ここからね。それぞれのリテール、ホリデー商戦に向けて、製品をいっぱい手に入れようとしてるんだけども、それらがね全然見つけられないような、そんな感じが見受けられたりするんだとジムクレーマー言ってるんですよね。で、例えばね、コービット結構また上がってきてるから、中国とかベトナムでもね猛威を振るうようになってきてて、それがまたね港湾の混雑の問題にね繋がったりしてるんだって言ってるんですよね。で、この日ね、月曜日何があったかっていうと、例えば BTIG っていう投資会社がナイキをダウングレードしたよなって言ってるんですよね。で、この BTIG 何言ってるかっていうと、このレポートの中で、多分次の決算、
ナイキミスするだろうっていう、そう言ってるんですよね。ベトナムとかでコービットのアウトブレイクが起こって、それが原因だって言ってるんですよ。で、ナイキの決算ね、9月23日にありますから、10日後にありますから、ポストマーケットで。その決算どうなるかなってことなんですけども、この投資会社はその決算をミスするだろうからダウングレードすると言ってて、で、ジム・クレーマー、ナイキの株はその失望を受けたんだと。だからこの日、マイナス 2.49% ドーン下がったんだってことなんですよね。で、ナイキ株、俯瞰で見るとこんな感じなんですけども、このね、前のね、6月24日の決算、これは良かったんですよね。ドーン上がってここで。だけど、こっから今、下り坂になってると、次の決算どうなのかってことですよね。で、他の多くの株でもね、こういうことは起こり得る可能性があると。サプライチェーンの問題と、インフレの高騰と。で、ジム・クレーマー、ちょっと不思議なのは、テクノロジー株だと。テクノロジー株は打撃を受けてないどころか、そこらここらで上がってる株が多くあると。だけどって言ってて、比較的好調なテクノロジー株でも、ジム・クレーマーね、今ここで買いに上がる理由はないと思うと言ってるんですよね。もうね、ゴールドラッシュじゃないんだと。今上がってるテクノロジー株、ニュースがなくてもね、なんか新しい情報がなくても上がったりしてるんだけども、もしかしたらそういう株がこれからさらに下落基調になるマーケットでより大きく負ける、そういう株になる可能性すらあるんだって言ってるんですよね。で、半導体株だけはいいかもしんないけども、だけど半導体株だってジム・クレーマー、今のラリーは信用してないよって言ってるんですよ。そしていつも言ってることだけども、テクノロジー株どんどん IPO が続いてて、誰もそんなこと望んでないんだけど、もうね、止める術がないから、どんどんいろんな株が新規上場して、株の希釈化が進んでるんだって言ってるんですよ。で、ジム・クレーマーね、もちろん、いつかは、下落基調が止んで、株が上がり出すかもしれない。例えば今日ね、いくつかのヘルスケア株上がったよなって言ってて、例えば保険関係が特に上がったよなって言ってるんですよね。で、例えば、ユナイテッドヘルスですよ。プラス 2.63%。でも、上がったって言っても、前の日下がったのが、ちょっと戻ったっていうだけの話なんですけども、ジム・クレーマー、あとはね、銀行も良かったよって言ってるんですよね。で、自分が好きなのはウェルスファーゴだって言ってるんですよ。この日ね、プラス 3.23%。で、ウェルスファーゴね、罰金の件で株がちょっと下がってたんだよなって言ってるんですよね。で、そうなんですよ。ウェルスファーゴ。250ミリオンの罰金ですよ。2億5000万ドルの罰金課せられてるんですよね。で、これは住宅ローンの業務で、顧客の損失軽減措置に不備があって、アメリカの通貨監督庁が2018年に求めた要件を満たしてなかったんだと。で、ウェルスファーゴね、2018年にいろいろありましたよね。自動車とか住宅ローンをめぐる不正があったって言って、罰金10億ドル支払ったり。で、また今回も罰金ってことなんですけども、ジム・クレーマー。これはね、古い経営陣の時のもので、今の経営陣問題じゃないんだけども、だからね、もっともっとね、いっぱい大きな罰金来るんじゃないかっていう思惑もあって、ウェルスファーゴ株、その当時からは200億ドルも時価総額失ってるんだって言ってるんですよね。で、まだそのうちの一部しか取り返してないんだと。で、ウェルスファーゴ株ね、これすごい俯瞰で見て、これ月足ですけども、まあ、2018年からね、下落基調になって、不正とかも発覚して、で、コービットでドーンなって、で、戻ってきてるけど、今ここっていうことですよね。で、ジム・クレーマー、銀行は今日は良くて、ウェルスファーゴ特に好きなんだけども、だけど何にせよ、今は何にだって、アグレッシブになりすぎないようにしてると。もうすごい前のめりに買いに入らないようにしてるってことですよね。でも、港湾問題とか、こう輸送問題とか、原材料コスト高騰の問題。で、そういうことによる物価の高騰の問題。それだけじゃないんだって言ってるんですよね。民主党がやっぱね、増税やりたいからってことなんですよ。で、特に法人税の増税とか、株式市場上げる方向に行くわけないだろうと言ってるんですよね。で、そうなんですよね。この日、民主党、3.5 兆ドル規模のね、インフラ歳出法案の中で、これ検討してるんですけども、財源何かっていう話になりますよね。でももう増税行こうっていう、そういうプランを発表したってことですよ。で、このね、民主党の増税のプラン、今の法人税 21% なんだけども、それを 26.5% に上げると、26.5% でコーポレートタックスレートを上げると、これね、初めにバイデン大統領、28% に上げるって言ってたんですよ。で、それよりはちょっと下なんで、ちょっと捉え方はまちまちなんですよね。まあ増税かーってネガティブになる人と、あ、思ってたよりは下だったなっていう人がいてね。でも言ってもなかなかの増税ですよね。で、あと所得税も最高税率 37% から 39.6% 引き上げですよ。で、キャピタルゲイン課税も最高が 25% で増税すると。だ、インフレとかサプライチェーンの問題だけじゃなくて、こういう問題も出てきてるんだとジム・クレーマー言ってるんですよね。だから言っただろうとジム・クレーマー言ってるんですよ。もう先週から繰り返し繰り返し、9月っていうのは最も残酷な月なんだと、最もイケてない月なんだと、株価パフォーマンス的には至るところで下落が起きてることを言ってきただろうと。
だから冒頭でも言ったけども、今日上がったものは明日下がるかもしれない、今日下がったものは明日ちょっとは戻すかもしれない。でもね、そうやってそういうちょっとちょっとの動きに付き合ってると、あなたたちのお金が失われていくよとジムクレイマーやってるんですよ。それがお金を失うレシピなんだと。じゃあどうすればいいのか、ジムクレイマー。それはいくつか現金をキープしといて、まあ金とかもね、いくつか持っといて、あなたがもしねトレーダーじゃなければそれで静観しろと、ちょこちょこ動くんじゃないと言ってるんですよね。でもしあなたがトレーダーなんだったら、このマーケットで利材を取りたいとどっか思うんだったら、そしたら今週から売っていけよと、売りから入れって言ってるんですよね。でラリー・ウィリアムズが言うように、まあ彼的にはこの9月17日がマジックナンバーなんですよね。で繰り返しますけども、これメンバー限定動画でもうちょっとやりますんで、メンバーの方はね楽しみにしていただきたいんですけども、これがマジックナンバーで、こっからこの年最もタフな期間に入ると、どれぐらいっていうのもねラリー・ウィリアムズ言ってるわけですけども、でまだねそれをね気づいてない人たちに先駆けて、もしトレーダーなんだったらもう今のうちから株売る準備しとけって言ってるんですよね。トレーダーじゃなければもうちょこちょこすんなと、ちょっと株価上がったからといって、あれこれもう底つけたのかな、こっから買っていこうかな、なんか今株価がね寝頃だなと、なんか安くなってきたら買いやすくなったなっていうことだけでちょこちょこ買いに入るなよとジムクレイマー言ってるんですよね。はい、ということで視聴者からの電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずボルグワーナーは待つんやということで、これねアメリカのねその自動車用の動力関連機器のサプライヤーですよ。エンジンとかねドライブトレインがこれ主要製品なんですけども、まあ自動車関連銘柄なんですけどもね、ジムクレイマーこれね待った方がいいんじゃないかって言ってるんですよね。半導体不足はやっぱね続いてるうちはこの会社の次の動きはないかもしれないと。だからどん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 下がってきてますよね。で半導体不足ね、来年のファーストクォーターにはどうなるかなっていうところなんだと。でそこまでねまだまだ時間ありすぎだろと。だからねこれ買いたかったら2ヶ月待つんだって言ってるんですよね。2ヶ月待ってから買うんだよって言ってるんですよ。はい、次ライオンエレクトリックはということでね、これスパック上場したね EV の会社ですよね。スクールバスとか主にやってる。で、バイデン大統領ね、スクールバスとかも電気自動車にどんどん置き換える、そのための予算つけるっていうことで、一時期ね、結構盛り上がって上がったんですけども、そっからダラダラですよね。で、ジムクレイマー、この分野全体がね、大きく下がったんだと。で、スパック全体も大きく下がった。で、この会社、グループ内ではベストなんだけども、もう全部がやられてるからなーって言ってるんですよね。でもね、ここまで落ちてきたからね、ジムクレイマー、自分だったらこれホールドするよと、もし今持ってるんだったらホールドするよって言ってるんですよね。はい、次。アカデミースポーツ&アウトドアーズはスキヤでということで、これねスポーツ用品の小売業者なんですけども、ジムクレイマー CEO のこの人好きだよって言ってるんですよ。ケン・ヒックスさん、もうこの人が好きでこの人信じるよって言ってるんですよね。で株価ねこれね上がってるけども、まだピークは来てないよと。利益の8倍で売られてる。あなたがねケン・ヒックスの話聞いたかどうかわからないけども、自分はこの株好きだよって言ってるんですよ。はい、次、ビッグファイブスポーティンググッズはっていうことで、これもね、スポーツ用品小売業の会社ですよ。ビッグファイブ、スポーツグッズのセクターで、ジムクレイマー、もうちょっと下がるの待とうじゃないかって言ってるんですよね。この日ね、結構大きく下がってますよね。-6.18%。もうちょっと落ち着くのを待とうじゃないかと。だけど、この会社好きだよとジムクレイマー言ってるんですよね。で、この会社もそうだし、ディックス見たか、ディックスって言ってるんですよ。スポーツ用品といえばね、代表銘柄ディックスですよ。もう株価の動き素晴らしいだろうって言ってるんですよね。ここまでの株価レッドホットだろうと。自分はこのスポーツグッズのセクターが好きだと。スポーツ用品って行ってみって言ってるんですよね。多くのものがソールドアウトだからって言ってるんですよ。はい、次。アイロンネットは好きやないでということで。いやー、これすごいですよね。これスパックですよね。ずーっと10ドルだって。で、ドーン上がり始めてるってことなんですけども、ジムクレイマー。これミーム株だから。ミーム株自分はね、もう立ち寄らないよって言ってるんですよね。で、これアイロンネット。サイバーセキュリティ関係の会社ですよ。スパック上場でね、値動き今すごいところですよね。はい、で、最後なんですけども、マグナインターナショナルはということで、これ僕以前持ってて、もう売ったんですけども、またスキアラバ入ろうと思ってるね、そういう銘柄なんですけども、これあれですよね、カナダの自動車部品製造会社ですよ。で、いろんなとこからね、自動車製造受け負ってるそういう会社ですよね。いや、めっちゃいいですよね。でね、このね、質問者の人ね、これ売りたいんだけどって言ってるんですよね。今持ってて売りたいんだけど、だってなんかいいところないじゃんって言ってるわけですよ。だからジムクレイマー、売りたいだってって言ってるんですよね。ダメだよダメだよって言ってるんですよ。売るんじゃないよって言ってるんですよね。
将来的に多くの素晴らしい車をもっともっと作るんだよって言ってるんですよ。で、3、4週間、ちょっと待ってみてほしいと。で、まだ下がってるようだったらもうむしろ売るよりは買いますんだって言ってるんですよね。この会社、リアルだよって言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。さっきも言いましたけどもね、ラリー・ウィリアムズのチャートの回とか、大体ね、チャートの回とかも毎週あるんですけども、そういうのもメンバー限定動画でやってますんで、どうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回の英語なんですけども、この結論のところで、キャッシュとかゴールド、持っといた方がいいよと言ってるのがこれです。Right now, you're better off keeping some cash, owning some gold. はい、そうですよね。Right now, you're better off keeping some cash, owing some gold. 長男次男どうぞ。Right now, you're better off keeping some cash, owing some gold. 最近悲しかったことは？昨日のサッカーの試合でボロ負けしたこと。Right now, you're better off keeping some cash, owning some gold. 最近悲しかったことは？負けた。Right now, you're better off keeping some cash,Owning some gold. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。are better off. better off ですよ。で、これ better ね。これ分かりますよね。こう、good, better, best のね。good の比較級ですよ。より良い。より優れたってことですよね。まあ、日本語でも better って言いますよね。より良いと。で、この better に off がつくと、これどういう意味になるかっていうと、be better off で、何々した方がいいよと。そういうね、アドバイスするような、そういう時に使う言葉になるんですよね。be better off。例えば、you're better off without her。彼女がいない方がいいよと、いい状態になるよってことですよね。そんな彼女別れちまえよってことですよ。もしくは、you'd be better off staying here tonight。今夜は、ここに泊まってった方がいいよと。でね、このね、be better off なんですけども、往々にしてね、このウッドと一緒に使うんですよ。何にはした方がいいよと。それ丁寧に言うときにウッド使うんですよね。あくまで仮の話だから。で、このウッドはね、よく使うんですよ。でね、これをやるべきだって。例えば、you should do。お前これをやるべきだっていうのはね、結構強い言葉で、普段そんなにね、そういう強い言葉使わないんですよね。自分だったらこうするかなと。I'd do it って言うんですよ。自分だったらっていうね、そう柔らかくなるときにウッド使うんですよね。家庭の話だから。だから、あなたはここに泊まってった方がいいよと。いうときに、would 使って、would be better off。こう、ひとまとまりね、結構よく使うんですよ。you'd be better off buying a new TV。あなた新しいテレビ買った方がいいよと。でね、これね、何々した方がいいよなんですけども、何々しない方がいいよっていうのは、この off の後にね、not つければいいんですよね。この場合だったら、you'd be better off not buying a new TV。新しいテレビ買わない方がいいようになるんですよ。例えば、you'd be better off not knowing。あなたは知らない方がいいよと。これね、よく使うんですよね。be better off。で、往々にして、ウッドがつくし、しない方がいいってなったら、ノットをここにつけると。そういうことなんですよね。だから、ジム・クレーマーね。今は、あなたはいくつかキャッシュをキープして、いくつかゴールドを持ってた方がいいよと。are better off と。そういうことでしたね。ということで、今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして、本当にどうもありがとうございました。Right now, you're better off keeping some cash, owning some gold. Right now, you're better off keeping some cash, owing some gold. 最近悲しかったことは？昨日のサッカーの試合でボロ負けしたこと。あれは悲しかったね。5対2とかだったと思う。なあ、向こう一人少なくなったのよな、レッドカードで。うん、相手が。ダメだったね。うん、どうしていく？うん、なんかシーズン一番最初の試合だったし、スタミナ不足だったし、なんか最初緊張してて疲れ果てたっていうか、いや、スタミナつけないといけないから、もっとなんか走る、うん、なんて言うんだろうな、スタミナいっぱいあったら多分もっとなんか2倍ぐらいいい選手になれるとか。2倍いい選手になれる。うん、はい、じゃあ頑張ってくださいね。 Right now you are better off keeping some cash, owning some gold. 最近悲しかったことは？負けた。何負けたって？今日負けたの？うん。何を？誰に？サッカー。サッカー。
あなたもサッカーか。うちの子はもうサッカーしか考えてないね。負けたの？うん。何？試合じゃないでしょ、今日。うん。リーセス。ああ、学校の休憩時間のサッカーで負けたの？うん。それ悲しかった？うん。大したことなくない？休憩時間で負けるんだったら。うん。他に悲しいことないの？ない。あとはもう全部順調なの？うん。楽しいばっかり？うん。いいね。バイバイ。And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the Lightning Round!